こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。メリオストーリーですね。前回オプク仲間にしまして、まあジャングルの奥地に向かっていって、まあ眠っているお宝でもまあ見つけに行きましょうや、わっしょいしょいっていうところなんですけれども、なんか誰か寝てるな。あそこで寝てるのはすっごい器用なところで寝てらっしゃいますね。まあそんなことも言いながらも、なんかあそこで、あ、おう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 、マリオが窒息死するよ。はい。奥で寝ている、この子を、ぶちのめしましょう。あっちょ。てっ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 て。そう。で、この槍の持ち方によってね、やーりでんす。やりやり。あ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、ちょ、待って。しょっぱなからミスったぞ、今。よいしょ、物知りー。ちゃっちゃっちゃ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 。ジャングルに住んでいる仲間の兵法、7、3、縦、ジャンプ、攻撃、よーく見てね。それと、時取り、あー槍を投げると兵法になる。投げてくんの？やめてよ。あ、いきなりダンスかよ。仲間呼ぶの好きだな。まあ、結局、自分一人で戦うのは、大したことができないんで勘弁してくださいっすって言ってるのと一緒なんだわ。どうしようかな。めんどくせえから、もういいや。こいつをハンマーでぶちのめせたらよかったんだけどな。無理だった。目の前のやつをハンマーでぶちのめすっていうのは。槍の向きが逆だったらね、できたんだけどね。7って絶妙にいい攻撃力だよね。ちゃーちゃーちゃー、パカパパカパー。オッケー。いやー、フラワーはいらなかった。僕らは愛の花。なんだこれ。スーパーズシーン。あー、なんか、間違えた。よくこんなとこで遊ぼうって呆れるよねって。現地人にとってはね、遊ぶ場所が他にないからさ、お前みたいに街に住んで恵まれてるようなやつかな、ジャングルに住んでいる田舎者とな、比べてな、なんかごちゃ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 言うなんてのは、とてつもなく失礼だぞって、まあ田舎者って言ってることも失礼だとは思うんだけど、チキンチキンチキン。で、こっちでいいのかな？チャ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 。どうしようかな。ほい。ほい。オッケー。なんか一人取り残されている人がいるような気がするけれども、きっと気のせいでしょう。チュイ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 。これ地下行った方がいいかな。まあ一回別に。でこいつ多分あれでしょ、変化するやつでしょ。あちょっきちゃらちゃ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 。うわ、3匹か。そうするとこっちの方がいいか。プップップップ、力んじゃいます。お、4。あれ ?4? パレットキックより強えぞ。ちゃ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 。とにかくマリオを強化するっていうことしかできないんだよね、確かこのゲームな。オッケー。ポコン。いやー、まだまだレベルアップの道は遠いな。まだあと1個レベルアップができれば十分なんじゃないかなと思うけど、なんかコインの数がすごい増えてない？あれこれ？あれ1コインだけか。ちょっと待って。じゃあどうやってそこにコインが引っかかったんだ？それが気になるわ。パサン。なんか、隠しコインが。これ多分擬態層だよね。見た目的にはね。さあ、果たしてどうなるのやら。よいしょ。あ、コイン。コイン、コイン、走って行け。あんなやつに騙されないかな。両方とも擬態そうなのかな。すっごい気になるけど、まあ、こっち行きましょう。じゃーん、じゃーん、じゃーん。こっちになんかある。あんまりマップあったわ。でも、まあ、先にあっち行きましょう。確かなんか土管かなんかがあって、くる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 。チャ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 チ
ほら、泣いてる泣いてる。自業自得だぞ、それは。逃げていくからいけるんだよ。ちょ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 。ちょっと奥の方は何にもない。ただ泣いてるだけと。逆によくこんな真っ暗の中、ここに来れたよね。うん。ああ、飛ばされちゃったよーって。で、しかも出口がない。好きに来てくれてありがとう。じゃあ出口もかかし、お家に帰るね。自分で帰れんのかーい。ついて来いよ。で、ついててさ、攻撃力1でもいいからさ、なんか地道にダメージを与えられるようになってくれれば、むしろおじさんすごく助かるんだけど。ねー。じゃあ行こうか。こっちは、なんだ？まず、いきなり降り立ってもいいものですね。いいものっぽいね。あ、ちょっと待って、なんかあった。まあ、いいや、あれ帰りでいいか。そして、真っ二つに割れるというご都合主義。ありがとう。何してんの？逆にさ、どうやってここまで来たの？泳いだのかな？わー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 、あ、ちょっと待って。普通にやろうよ。ほい、あっ、ちゃっちゃっちゃ、あ、まあ2匹だったらいいや、別に。よいしょと、ほい、くるりんぱっと。で、物知りましょう。めんどくさいけどね、こいつ叩かな。トロピカルな色。トロピカルな色、イコール、あれなんだね。イエローなのね。アクションコマンドを指すと、もしも、あーうん、分裂から始める系男子。絶妙、あー、まあ、どうせ1体しか倒せなかったから別にいいや。ほい、よいしょと。くる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 。おーらららららら、あー、まあ、うまくいけば1。てか、攻撃力1ずつ与えるんだったらさ、ここでダメージフェールの効果が発動されてもいいんじゃないかなって思うけど、そうはならないんだよね。パカパッパカパパン。オッケー。あー、目回しはいらないっす、別に。まあ、売りゃいいのかもしんないけど。おー、ちょっと待って。お、ブックちゃーん。ばーちゃん。おびちゃんやおー、ばーちゃん。ちゃーちゃちゃー。すっごい楽しそうに泳いでるよね、おっく。泳ぐこと自体が好きなのか、それとも、まあ中年だけど、男のおちんちんが当たって、まあ女のおちんちんはないからだけどさ、うん、まあ男性のあれが当たっていることによる、あの、性的興奮を覚えてる。あー、危ない、危ないところか、もはや食らって、甘い。あー、俺のが甘かったわ。まあこっちでいっか。はい、よいしょと、ほい、くるっと、くるっとにヒューストン。で、オープク、あったー。すごい力力込めているよね。でも結局さ、そのアタックってさ、重さが物を言わすんじゃないかな。あ、なるほどね。増えた方、てか、すごいよな。増えた方の体力がさ、マックスの状態のままにしといてあげるってさ、すごい優しい仕様だよね。くる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 。ちゃ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 、うん、ポコポコポコピーン、うん、ポコポコポコピーン。で、あいつに何かはめるのか。はめはめは。あ、なんか奥あるんだったっけ。あー、もうめっちゃやる気満々じゃん。どうしよう、もういいや。よいしょ、あ、ちょっとなんかミスってるし。プップップップーン。多分あれだよ、飛んだ瞬間にあのおならを発動して、そのジェット噴射によって、より高く飛んでってるっていう、そういう仕様なんで、よかった、分裂しないで。分裂されたらめんどくさかったな。これ、最低でも1食らうんだったっけ？どうだっけ？覚えてねえや。あの、A 連打がめちゃくちゃ速かったら、ダメージを食らわないで倒せるとか、そういうあれだったのかなと思ったけど、そうでもなさそうでーす。ああ、やりやりのまんまなんですね。まあ上に向けたらマサイ族みたいな。パッパッパッポコポコピン。オッケー。もうフラワーを使わなくてもさ、全然キッキキツにならなくても倒せるっていうね。これはだからこっちなのかな。コインは今いらないから。あ、なんかすごい迷路なってるね。メロメロ、
ああ、で、ここに来ると。起きろ、起きろ、起きろ、あ、ちょちょ、起きろ、起きろ、あ、ちょちょ、全然叩けてない。起きろ、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 お前かー、お前を起こしたつもりはなかった、すまん。すまんかった、すまんかった。許してけろ。くる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 くナルトだったら影分身の術あれだもんね、一撃で倒せちゃうもんね。オッケー、やばい、なんかあの謎にあの声を出し続けてたせいかわかんないけど、あの心臓がドキドキしてきた。うん、誰かに恋しちゃったんだ多分。もうでもあれもなんか中3くらいの時の曲なんだよな。もうだから17年前とか。あと起きろって、あ、おはようございます、おはよう。あれ、おばさんも、まあ、すごいところに隠れてる。どうやって、ヨッシーって何、鍵爪でも強いの、すごいの、わかんない。で、こっち来たら、あー、で、なるほど。で、帰れるようになったと。まだ帰らないけどね。まだちょっとやることがある。あーった。あれだね、さすがにあの食虫植物でもコインを溶かすことができないから、ありがとう吹き出させてくれてって言って感謝のコインだな、多分あれはな。あのブーンは一体何だったかな。あ、これでまだ、ここはまだか。これ多分、あ、じゃあ開け、え、あ、違うな、ここは何かをハメハメハーすることで裏開けれるようになるから、今まだあれだよ、キュウリのキュウちゃんを食べてないから無理だな。ってことは先にこっち行って、です。え、あ、ちょ、あれ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 。あ、あったあったあった。あ、なんか無駄に遠回りしてしまった。これむしろさ、こいつさ、バコバコってやることは無理なんだよ。わー、誰か助けて！やだよー。うわー、ちょっと待って。ちょっと待って、大変なことになっている。あいつ強いんだよ。確か HP が12くらいあったんじゃないか。うわー、気づかれた！なんか喋れよ、なんかお話ししようぜ。で、こいつは HP12 くらいあるんじゃなくて、ポイズンパックン。ポイズンパックンだ、HP12、3。噛みついてることも怖いの、毒の息だ。はいはいはい。毒の息、12ってえぐいよな。あちょー！この、OK、このステージの多分一番強いやつなんだよ。OK！あーでもバブルボブルの方が強いのかな。あいつ攻撃力4くらいなかったっけね。まあでもあのジャンプ攻撃を効かせられるのは、あーもう痛い。あ、ちょっと待って、こんな強いやつなの、 HP12 もあるやつなのにさ、星2しかくれないの、マジケチやん、マジキチみたいな。うわー、えぐい、えぐいわー、きついわー。これで4匹目、あーもうダメかって思ったよ、ありがとう。いたずらもほどほどに。まあいたずらするのは子供の特権だからね、今のうちにやっとかないと。うん、オッケー、じゃあ全員助けたからこれでいいのかな、これで終わりだよね多分ね。じゃあ戻りましょう。相変わらず男を背中に乗せることですごい、快感を覚えている顔をしてますね。ニッコニコだもんね。ニッコニコ動画。これで終わり？あ、すっごい平、え？あれ？まだ？まだ？あと一人？あれ？あと一人？自分の子供が戻ってきたら超満足って顔してやがるぞ、あいつ。え？ちょっと待って、あと一人？ん？行ってないとこあったっけ？どこだ？ちょっとマッチングね。あっちは行った。あれ、キュウリのキュウちゃん、奥底か？いや、そんなことはないよね。あれ？この奥。こっちは、1匹2匹見つけて、3匹4匹で、あれ？こっち行ったっけ？そもそもこっち行けない？あ、行けるわ行けるわ。あ、
こっち行ってなかったかもしれない。ウェーウェー、あ、そうだね、そうだよね。こいつを倒さなきゃいけない。うわお、わお、いっぱいいらっしゃる。オッケー、いいでしょう。3、出せよ、3出そうぜ。ふいふい、あー、あ、毒は確立なんだ。あー、ちょっと早かった。やばい、ピンチピンチパンチ。どう、あれ、ピンチになったら、じゃあ、あ、そっか、避けるだけか今。あ、ピンチになったら攻撃、あー、そっか、まだあれ取りに行ってないからないじゃん、手元に。よいしょ、オッケー、しまったしまった、島倉千代子。じゃーし、ちゃ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 。あれ、上で泣いてんのか、どこだ。ああ、いた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 。うわー、怖かったよー、隠れん。ああ、なるほど、擬態層にあれか、擬態、あー、音楽がすごい元に戻った。擬態層に当選簿されて帰れなくなっちゃったよっていう、かわいそう系なあれなんですね。ん、あ、ここに戻ってくんの。どっちから行くのが早いんだろうね。まあ直線距離だから、こっちから行くか、わざわざ泳がなくても済むしね。めっちゃ出してくれる、ありがとう。あなたも、わあ優しい、わあ優しい、ハート。あー、あー、そういえばいっぱいいるね。そういえばそういえばそういえば、お前らと遊んでいる暇はこれっぽっちもない。オッケー、平和な音楽が戻ってまいりましたよ。さあ、これで村長に感謝の印をもら、あ、あれ、あれ、村長、元の場所に、定位置に戻った。でも、ああいう時にちゃんと慌てられる村長でよかったね。行動力ゼロだ。あれ、村長、あ、いた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 、村長、村長、ご褒美ちょうだい。はい、本当に感謝感謝になります。行きたい、そう、行きたい、行きたいんですよ、早く行きたいんですよ、こすってほしいんです。あれ、この辺にあったはずなんだかな。やばいやばい、自分の股間をまさぐっているぞ。うわー、キューちゃんぞ、ビッグキューちゃん。オッケー、その道、苦労した覚えがある。ちょいと待ちよ、あんた何か訳あるぐずい、どういうつもりで言ってるんだい。とっても危ないんだよ、ぶ開けたらこんがり丸焼け、ぐつぐつ、あんた賛成できないね。まあ、おせっかいなこと言われてるな、重々承知なんですけど。へえ、ってことは、悪者捕らえられてしまったんですね、と。お姫様助けに行かなくちゃいけない。そう、あの、ね、自分が一番マヌケなのに、マヌケなクッパーとか言ってるマヌケな姫を助けに行かなきゃいけないんですよ。もう助けてあげましょうよ、仕方ないですよ。さあ、ということで戻りましょう。これ、こっちもんなーい。で、もう、ほんとにもう、彼ってさ、ヒゲ生えんの？あ、違う、間違えた、こっちじゃねえ。今行ったばっかりなのにもう忘れてるっていうね。まあ、年取ってくるとそうなりますよ。まあ、年のせいにしちゃいけないよね。自分がいかに知識をアップデートしているかっていうことなんですよね。まあ、知識アップデートするというか、負けたから脳を動かしているかとかっていうね。よし、OK。チャーチャーチャー、キューちゃんぞー、そう。なんかさ、マリオカートの方なんかとも喋ったんだけどさ、あれですわ。ダイエットしたいって頑張ってる人がさ、まず僕あんまりおすすめできないのは食事制限ね。食事制限で食べる量を減らすとか、ましてやね、あれとかマジでね、本当にやめた方がいいな。なんか寝てる声が聞こえたけど、違うか。叫んでるだけの声か。そう。やめた方がいいのは、いきなり断食でダイエットするのはやめた方がいいと思う。あれね、何がダメかっていうと、結構重要な問題で、こっちから行こうか。そう。結構重要な問題で、何が重要な問題かっていうと、あれなんですよ。あ、間違えた。まあいいや。そもそもが、お腹がね、空腹、よいしょ。あー、下手くそ。空腹の状態になると、その空腹状態でも、エネルギーって、まあ脳だったりとか筋肉を動かすためにっていうので、やっぱ人間っていろいろ体を動かさな
動かすために、どっかからエネルギーを頂戴しようとするわけなんですよね。そうなった時に、体って普通いらないものから消化していこうってなるんですよ。まあエネルギーを使うために動かしていこうってなるんですよ。そうなった時に、まあいろいろと細かい話をしだすとキリがないけど、筋肉を消費するのか脂肪を消費するのかって、まあ大きく2択があるとしましょうよ。そうすると普段から運動習慣がない人っていうのは、あ、筋肉っていうのはいらないもんなんだと。だって筋肉使って運動したりとかスポーツしたりとかやってないでしょ。ってことはあなたの体にとって筋肉って必要ないよねって言って、脂肪を残して筋肉を落としちゃうことになっちゃうんですよ。だから断食からダイエットすると、もちろん体重っていうのはうまく減ってくれるんだけど、それと引き換えに筋肉が落ちていって、筋肉が落ちた分たかも体重が減っているかのように思えてしまうということなんですよね。だからダイエットの始めとしては、まずは運動習慣を身につけるっていうことからやっていった方がいいと。でそうすると当然ながら普段の消費カロリーと摂取カロリーのバランスっていうのがだんだん食事制限をするのに比べると微々たるものではあるんだけれども、その代わりに、あ、筋肉普段これあなた使ってるから、その筋肉がなくなっちゃうと大変だから、じゃあまずは脂肪からエネルギーのエネルギー消費のために使っていきましょうっていう風にシフトしてってくれるわけなんですよね。だから筋肉を落とさないで脂肪を落として体重を減らしたいという風にお考えの方がいるとすれば、食事制限からというよりもまずは運動する習慣を身につけていきましょうと。でその運動習慣って何見つけたらいいのというと、有酸素じゃあ残念ながら筋肉はつかないものになるので、筋肉をつけて増やすことによって、あ、筋肉って体に重要なんだなっていうことを体に思わせなきゃいけないというものがあるから、それを考えるとファイアフラワーが降ってくるとってなると、やっぱ筋トレから始めた方がいいですよって。でそのおすすめとしては、体重を落とすっていう面でとかからも考えると、要は消費カロリーを増やすって意味ですね。わお、あ、キノコいらない。そう、消費カロリーも増やすっていう観点では、個人的なおすすめとしては、まずはスクワットからやると、下半身の筋肉の方がその7対3で上半身と比べて多いから、逆方向何すげえ下品な笑いが、ギャホワンピースでもそんな下品な笑い方、違う、わお、どうしようかな、とりあえず、あ、でもな、体力があれなんだよな、8あるからな、こいつがギャホホって言ったのかな、ホワイトカメック。ひょっとしたら相当ゲーム。ホワイトカメックだよ。神続くの魔法使いだ。主力はなんともなくクールだね。11、3。はい。一体を回復すると限定回復する。ああ、なるほどね。はい。こいつは早めに倒した方がいいと思うよ。じゃあ倒しましょう。倒したいんだけど、どうしよう。全体攻撃がないな。ああ、しまったら星の降る夜があれだったんだな。じゃあまあ、とりあえず使おうか。よいしょ、埋めて。で、これで3回復させるように仕向けておくと、ちょっと楽になるかな。あーやばい、よりやばい。よいしょ、ぐる。お前、しかもそれ物理で攻撃してくんのかよ。物理技かい。どうしようかな。じゃあ、とりあえずすっきりしとこう。全体攻撃をしたいところなんだけど、ペこうあればとりあえず一旦はしのげる。でよいしょ、あー、しまったな。オッケー、あー、しまった。物理うげ、1体削れるかな。2体削るか。いや、2体削れないな。非常にまずい状態ですね。そうすると、もう1回かな。もう1回使うか。しまった。ちょっと余裕ぶっこいてましたね。ホワイトカメックって言っても、ここでしか出てこないのかな。この先にも出てくるのかな。やっちまったな。
雪がポンコでも使えばよかったかな。とりあえず、ポイズンパックンを一体殺して、で、この次の。下手くそー。あ、ちょ、あいた、マジで下手くそだ。しかも、これ、誰かか、だ、あー、全体回復。やばい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 。マジでやばいぞ。スパキノ、スパキノかな、スパキノ食べて、とりあえず一体始末するか。わーやばい、余裕ぶっこったな。こんなギリギリになるとは。ギリギリがゲーの上にまだまだ気持ちには余裕があります。オッケー。くる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 。あおあおあ仕方ない。殺そう。回復されることはどうでもいいから。はい。よいしょ。ああ、こんな時になんというミスをしやがって。やっちまったな。あ、やばい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 。あ、ちょ、なんで、なんか、全然あれだ。あ、ちょ、待って、本当に、本当にダメージ。やばいぞ、やばいぞ。おお。ちゃん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 になるかも。とりあえずこれ食うしかねえな。オッケー。でもこれでラストだもんな。よし。ああ、嘘だろ。ああ、やばい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 。ああやばい、本当にやばい。ああやばいぞやばいぞ。これは瀬戸際だぞ。なめぷしてた。一撃で死ぬないかな、これ無理だよな。そしてミスってるもんな。もうこの時点で無理だもんな。くそー、やばい。これ防がないとまずい。オッケー。しっかー、死んだー。お疲れ様でした。また会いましょう。